こんにちは、クリッカークランです。真にピュア EV が普通になり、車の大半に普及するまでの猶予は自動車メーカーにより分析は異なっているようです。しかし排出ガス規制などローカルエミッションの面からも、プラグインハイブリッドやハイブリッドを含めた電動化が進むことは間違いないでしょう。2018年12月4日、アウディ AG は2019年から2023年末だけでも、e モビリティ、デジタル化、自動運転のために約140億ユーロを先行投資することを計画していると発表しました。工場などへの投資や研究開発費が含まれていて、今後5年間の計画期間における総投資額は約400億ユーロに達するそうです。具体的にはブランド初となる SUV 電気自動車のアウディ e-tron を皮切りに、2025年までに約20の電動化モデルを発表し、そのうちの約半数がピュア EV になる予定としています。特に計画期間の後半では、グループの相乗効果を高めるクロスブランドアーキテクチャーに基づいた電動化車両の生産台数拡大があり、今回承認された先行投資額はそれも視野に入れたものになっているそう。アウディはポルシェと協力して大型電気自動車用のプレミアムアーキテクチャーエレクトリフィケーション PPE を開発する一方で、フォルクスワーゲンとともに開発を進めていたモジュラーエレクトリックドライブキット MEB を完成済み。同時にアウディは車両と工場のデジタル化を推進していて、オンデマンドでの機能追加といった新しいデジタルサービスによるビジネスモデルも拡大させていくと表明しています。